皆さんこんにちは、原神解説チャンネルのミオです。アシスタントのハルカです。この前ガチャを回したら、すごいかっこいい武器をゲットしたんだよね。おお、それはよかったな。一体どんな武器を引いたんだ？見て、この両手剣なんだけど、めちゃくちゃデザインが良くない？すごく凝っているし、突破前も突破後もかっこいい。これをビルックの旦那に持たせたら、すごく似合うと思うんだ。非常に言いづらいんだが、実はこの金の剣は、性能が残念なことで有名なんだよ。確かにかっこいい見た目をしているから、ビジュアル重視の選択ならいいと思う。でも、性能的にはあまり期待しない方がいいぞ。というか、これは結構有名な話だと思うんだけど知らなかった？え？いやいや、こんなにかっこいい武器が弱いはずないじゃない。こういうガチャ要素のあるゲームにおいて、デザインに力を入れている武器は、すごく強いっていうのが相場なのよ。さてははるか、その謎理論を信じるあまり、まだ金の剣の性能をろくに確認していないな。あ、バレた？でも見なくとも、金の剣からはただならぬオーラを感じるわ。しっかり武器の性能を確認してみるんだ。わかったよ、まずサブ効果が HP で。え、HP？ ほら。さらに、武器効果で発動するシールドが10秒しか継続しないのに、クールタイムが45秒って？特にこの45秒のクールタイムがひどいよな。シールド発動して10秒後、35秒間も虚無の時間があるからね。これは。な？100歩譲っても強いとは言えないだろ？でもまだ絶対使えないと決まったわけじゃないわ。これはきっと、今後 HP 依存の両手剣キャラクターが実装される、ということを運営がほのめかせているんだよ。勝利やくるみみたいにね。まあそれは否定しないけどな。というわけで今回は、見た目が良いのに実際は弱い武器をいくつか紹介していこうと思うよ。金の剣以外にも、はるかが勝手なイメージを持って、勘違いをしてしまっている武器があるかもしれないからね。グーの根も出ない。ちなみに今回もあくまで個人的な意見だから、他にもっと良い使い方を知っている人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。それじゃあ早速行ってみよう。星と神殿を目指せ。まず紹介するのはこちら、笛の剣だよ。確かに見た目はいいね。笛と剣を組み合わせたデザインってすごく斬新で、芸術的な造形をしているわ。だよな。原神には、大地を流浪する楽団という集団にゆかりのある武器がいくつかあるんだけど、そのうちの一つがこの笛の剣だよ。流浪楽団の武器は全部で4つあり、冒頭でも話した金の剣もそのうちの一つなんだ。へぇ、知らなかった。これら武器にはそれぞれ、持ち主である楽団員に関する物語が用意されているぞ。今回紹介する笛の剣の持ち主は、夜明けの光剣士、と呼ばれる女性だったようだ。彼女は優れた腕前を持ち、剣を振る方向と力の具合によって、音を奏でていたらしい。音楽を奏でながら戦うってこと？何それめちゃくちゃかっこいい。かっこいいよな、笛の剣は剣身に文様が刻まれ、風のように軽いらしいぞ。見た目も、武器に関する物語も、しっかり作られているのに、実際は弱いんだよね。残念ながらそうだ、笛の剣の武器効果を説明しよう。まず、通常攻撃と銃撃を命中させると、和音を獲得する。これを5つ集めると、追加の物理ダメージが発生する、という効果だ。一見すると、そこまで悪くない武器効果かなとも思うんだけど、この和音は、0.5 秒に1つしか獲得できないんだよね。0.5 秒って、何か都合が悪いの？うん、ほとんどの片手剣キャラクターは、攻撃の間隔が早すぎて、0.5 秒以内に、次の攻撃がヒットしてしまうんだ。つまり、キャラクターが5回攻撃を当てても、音符は3つか4つしか獲得できていないっていうことになる。なるほど、どのキャラも武器効果を完全には活かせないわけだ。そういうこと。個人的に、この武器効果を活かすためには、通常攻撃をあえて遅らせるしかないように思う。こんな感じで、攻撃と攻撃の間を無理やり 0.5 秒間空けるようにして立ち回るんだ。なんか指揮者がタクトを振っているように見えてきた。それに今気づいたけど、笛の剣を振るたびに音が鳴っているね。おお、確かになっているな。この仕様には気づかなかった。こんな風にリズミカルに戦うのは、流浪楽団っぽくて良いなと思ったけど、火力のことを考えると、確かに別の武器の方がいいってなるか。それに現環境では、片手剣で通常攻撃、銃撃を多用する物理キャラクターがあまりいないからな。超電導の恩恵を得られる、ガイアやナナだったら使えなくもないとは思うけど。優秀な片手剣ってたくさんあるから、あえて笛の剣にするっていう選択肢はなかなかないかもしれないわ。そうそう。ただ、攻撃力のサブ効果を持っていて、攻撃のステータスを伸ばすことに限っては、星4武器の中でも優秀な方だ。良い武器を入手するまでの、つなぎとしたり、攻撃力を参照して回復量が決まる、陣や7に持たせるのは、とても良いと思うよ。なるほど、
結構見た目が好きだったから、もし手に入れたらナナちゃんに持たせてみようかな。続いて紹介するのが、不滅の月下だよ。おお、星5ランクの宝器だ。すごい綺麗な武器だね。そうだね。まず、この武器は、サンゴの宮ココミの専用武器だということを伝えたい。ほとんど汎用性はなく、ココミと同じく水元素でヒーラーのバーバラでさえも、正直扱いづらい。そうなんだ。完全にサンゴの宮ココミ限定の武器、と言っても過言ではなさそうね。うん、その武器効果なんだけど、簡単に説明すると、1、回復量アップ、2、HP を参照に攻撃力アップ、3、元素爆発後の通常攻撃が当たると、元素エネルギーを回復、という効果になっているよ。不滅の月下は、ヒーラーであるサンゴの宮ココミの専用武器のはずだから、ココミはヒーラーだけではなく、メインアタッカーとしても運用しろ、っていうことなのかな？そうなるよな。このように不滅の月下は、ヒーラー用なのか、アタッカー用なのか、いまいちはっきりしない性能を持っているんだ。よく言えば、どちらもこなせるとも言えるけど。そもそもサンゴの宮ココミって、メインアタッカー適性はあるんだっけ？なくはない。突破ステータスは水元素ダメージだし、突効果も、回復系ばかりではなく、ダメージアップの効果も用意されている。アタッカーとしての運用が考えられた、戦闘デザインだと思うぞ。ただし、基本的に神里綾香やくるみのような、大ダメージは出せないだろうと思う。なるほどね。個人的にはやっぱり、サポーターとして運用するのがおすすめだな。特にヒーラーと水元素の付着役としては、現環境で一番優秀と言えるキャラクターだと思っている。でもそうなると、そう、不滅の月下という選択肢がなくなってしまうんだよな。サポーターとしての立ち回りや、パーティー全体のことを考えた時に、他の武器を選ぶ方が、よりパーティーの強化につながるんだ。なるほど。じゃあ、不滅の月下は、サンゴの宮ココミをアタッカーとして運用する時のみに輝く武器、ということになるね。そういうことになる。正直かなり限定的だね。星5ランクである、サンゴの宮ココミの専用武器で、かつ、ガチャ限定の星5武器というなら、もう少しわかりやすく強くてもいいのになーって思ってしまうわ。確かにその通りだと思うよ。次の武器も、星5ランクの武器なんだけど、こちら、天空の石だよ。天空シリーズの武器は、全部見た目がかっこいいよね。でも、天空の石が弱いっていうのは意外だったわ。個人的には結構微妙な性能をしていると思うんだけど、どうだろう？元素チャージ効率のサブ効果や、回心率アップの武器効果はいいんだけど、通常攻撃速度アップと、通常銃撃命中時に、確率で追加ダメージ、というのがあまり活かせないと思うんだよ。ほうほう。というのもこれは、基本的に通常攻撃を多用する、メインアタッカーじゃないと活かせないよな。でも、サブ効果は、サポーター、サブアタッカー向けの性能をしている。あ、確かに、ちょっとミスマッチを起こしているね。サポーター、サブアタッカーに持たせるなら、武器効果が活かせない。でも、メインアタッカーに持たせるにしては、ダメージアップ効果が足りないと思ってしまうんだ。なるほどね、そう言われると確かにそうだわ。でも、雷電将軍に持たせるならいい感じじゃない？確かにな。雷電将軍を持っていて、モチーフ武器の、草薙の稲光や、釣りで入手できる、漁獲を持っていない場合は、天空の石が輝くかもしれない。でもやっぱり最高ランクの星5武器としては、もう一歩頑張ってほしい性能ではあるね。続いて紹介するのは、ウサイだよ。元素熟知がサブ効果なんだね。今更だけど、元素熟知っていまいちピンときていないわ。どういうステータスなんだっけ？キャラクターのステータス確認画面には、元素熟知が高いほど、強力な元素の力を発動できる、と書いてあるな。つまり、蒸発や溶解、感電、核化、拡散などの元素反応のダメージアップに直結するステータスなんだ。基本的に、元素反応を発生させた側のステータスが影響するぞ。なるほど、だから風元素キャラクターは元素熟知が重要だと言われるんだね。そう、だから元素熟知は後から登場するキャラクター、つまりサポーターにとって特に大事なんだよね。そのため、ウサイのサブ効果は、サポーター寄りの性能だってことになるよな。なるほどね。次に武器効果だけど、水、雷の影響を受けた敵に対するダメージが 20% アップする。あ、これはアタッカー寄りの性能をしているね。わかってきたな。この武器も性能のミスマッチを起こしているんだよ。サブ効果と武器効果がぴったり噛み合っている強力な武器がたくさんあるだけに、こういうミスマッチは、武器の評価を落とす原因になってしまうね。ただしあくまでも現環境において、だよ。今後のアップデート次第で、ガラッと評価が変わる可能性も、ないとは言い切れない。そうなの？そもそも元素熟知をサブ効果に持つ量って剣は少ないからな。
元素熟知が重要な両手剣キャラクターが実装されて、もしそれが、水か雷元素だったりしたら、うさいがぴったりハマるかもしれないだろ。それに、道の草元素がこれから実装されるからね。新しい元素反応で、元素熟知に対する考え方が変わる可能性はある。確かにそうだわ。特に草元素の方は十分あり得ることだわ。次に紹介する武器はこちら。ドラゴスパインで入手することができる宝器武器、冬忍びのみだよ。確かにかっこいい見た目をしているね。とてもスタイリッシュだわ。そうだよね。この武器の性能について紹介すると、通常攻撃、銃撃が命中すると、確率で追加ダメージを与える、というものだ。さらに、敵が氷元素の影響を受けていると、より強力な追加ダメージが発生する。パッと見た印象だと強そうなんだけどね。サブ効果も攻撃力だから、ミスマッチも起こしていないよ。確かにそうだけど、問題は、この武器が放棄武器ということなんだよね。ほら、氷元素の放棄キャラクターっていないだろ？あ、なるほどね。冬忍びのみの性能を 100% 活かすためには、相手にできるだけ長い時間、氷元素を付与しておきたいよね。でもさっき言ったように、現状では氷元素の放棄キャラがいないもんだから、わざわざ他のキャラで、先に氷元素を付与する必要がある。一手間増えるわけだね。これって、いつか氷元素の放棄キャラクターが出てきたら、評価が変わるのかな？どうだろうね。多少評価は上がるだろうけど、それでもおまけみたいな追加ダメージだからな。この武器は見ての通り、通常攻撃と銃撃を多用する、メインアタッカー向けの性能なんだけど、メインアタッカーにしては、与えるダメージが物足りないんだよね。なるほどね。それに、通常攻撃で戦う放棄キャラクターも、なかなかいないか。そうそう。だから、この武器が高い評価を受ける未来は想像できない、というのが正直なところだね。それにしても、どの武器も本当にかっこいいね。見た目のデザインが良いだけに、性能の低さが余計に残念に思えるわ。な？デザインが良い武器でも、弱いものがあっただろ？確かに、考えを改めるしかないようだね。人は見た目によらない。ってよく言うけど、今回の武器でも同じことが言えるわ。そうそう、ちなみにはるかは、印象に残った武器はあった？やっぱり、鐘の剣と笛の剣かな。どちらのデザインも、本当に好きだったわ。いつか、流浪楽団に関係するような新キャラクターが出て、鐘の剣や、笛の剣にぴったりハマるような性能を持っていたら、かなり胸熱だよね。おお、それは確かにすごいな。ぜひともそういうキャラクターが来てほしいぞ。皆さんは何か気になる武器はありましたか？また、今回紹介した武器でも、強く使う方法を知っている人がいたら、ぜひ私たちに教えてください。コメントお待ちしています。このチャンネルではこれからも、原神がもっと楽しくなるような動画を投稿していきます。動画を楽しんでいただけた方は、画面下の登録ボタンを押して、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれて本当にありがとう。概要欄におすすめ動画や再生リストがあるから、よかったら見てみてね。本当にここまでご視聴いただき、ありがとうございました。